令和5年7月27日月刊してニュースの時間です。本日のニュースのラインナップはこちら、全部で6つのニュースをお伝えします。最初のニュースです。今年もサービスオブザイヤーの発表がありましたのでお伝えします。サービスオブザイヤーはその名の通り店舗のサービスレベルを競うもので、毎年数千の店舗がエントリーする全国的なアワードです。過去に当社では全国的な賞を受賞したこともあります。さて今年の結果はいかに、おめでとうございます。雑貨販売事業部の店舗勝村がレジチェッカー部門賞を受賞しました。もう一度お伝えしますが、エントリーが今回は5333店舗ある中からの受賞です。これは本当に素晴らしい。サービスオブザイヤーの冊子ではガジュマルがドーンと掲載され、良かったポイントの好評もいただいております。いわゆる接客だけではなく店内のポップなどにも触れていただいております。ガジュマルの店長旧姓水崎さん、石田店長もドーンと掲載されております。全国デビューおめでとうございます。さらに社長のコメントも掲載。今回の受賞がたまたまではないことが伝わる内容です。さらに企業としても11位にランクインされています。これはすごいです。極めつけセルフサービス部門では全国1位に輝きました。これはすごい、えぐい。快挙は雑貨だけではなく当社運営の大戸屋事業部もフードサービス部門で全国14位を受賞しています。物販飲食両部門でランクインする企業は全国広しといえども 3A だけかもしれません。今回の受賞は本当に素晴らしいことです。毎日の積み重ねで得ることができた結果です。賞を得るために頑張るわけではありませんが、また来年も受賞できるようにレベルをキープしましょう。高いサービスレベルをキープできる組織仕組みであることはとても素晴らしいことです。権威性があるということもできます。これをもとに情報発信し他の企業様へコンサルタントのようなサービスにつなげることだって可能です。謙虚な姿勢を保ちつつこだわりとプライドを持って日々の業務を行いましょう。暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがでしょうか。7月新グランドメニューに変わり、大戸屋の新しいデザートをご紹介いたします。左は大戸屋アイス、五穀米のアイスとわらび餅です。お米の旨味が詰まったオリジナルのアイスで、きな粉の香りも感じられ、若い方からご年配の方まで人気の商品です。右はかりんとうと抹茶アイスです。人気の抹茶アイスにかりんとうを混ぜたという斬新な一品です。食感も楽しめる和スイーツです。ぜひこの夏にお試しください。続いて商品情報です。久々に大ヒットと呼んでいい商品が現れましたのでお伝えします。それがこのドゾフリッシュのフルーツティーです。見るからに女子受けしそうなパッケージ、雑貨屋さん向けの商品です。映えることは確定していますので、ショート動画向けの商品とも言えます。売り場でもそのような提案をしつつ販売することもできそうです。この情報を入手したからには当社の動画作成班が動かないわけありません。実際にフルーツティーを入れ試飲してみました。かなり映える場面を抑えることができたようなので一部ご紹介します。赤い、めっちゃ入れた瞬間に赤いんだ。すごいですね、これ。ということで、こちらは 600ml のお湯が入りました。このフルーツティーが本当に美味しかったのか、見かけだけなのか、なぜこんなに売れているのか、次は当チャンネルの動画で公開しますのでご期待ください。大戸屋事業部では清田店に4月からスタッフリーダーが仲間入りです。清田店の秋穂リーダーです。秋穂リーダーから意気込みをいただきました。リーダーになったので関さんの右腕になれるように頑張りたいですとのことでした。役職者が増えていって素晴らしいですね。さらなる活躍を期待しています。先日当社の表彰式兼セミナーである 3A アワードが動画を公開するという形で開催されました。動画の本編ではお伝えしきれないことがありましたのでお伝えします。雑貨販売事業部では毎回多くのコンテストがあります。今回ではその中でもディスプレイコンテストと動画コンテストをピックアップします。まずはディスプレイ。今回はとてもレベルが高く審査は本当に難航しました。ご覧の画像は惜しくも受賞を逃した店舗のものです。左がガレージマーケット、右が花、どちらも分かりやすく完成度が高いです。売り場の全体像としては本当に真似するべきところがたくさんあります。今回動画コンテストではなんと8本のエントリーがありました。皆さんの挑戦する意欲は本当に素晴らしいです。特に今回初エントリーの方は本当に頑張りました。0から1になった進歩は何よりもすごいことです。今回はアワード本編では紹介できなかった動画を1本ご紹介します。今回のギフト提案はママ友お友達へ送るギフトです。
ガジュマルで素敵がきっと見つかります。それでは行ってみましょう。私が選んだのは可愛いが詰まったこちらのギフトです。まず一つ目は今話題のドライシャンプーです。夏の暑さでベタつく髪や体をすっきりサラサラにしてくれます。他にもコロンなどもある商品で、すっきり爽やかなお花の香りです。お次はタオルハンカチ。いろいろありすぎて迷いますね。今回はお色味を合わせてスヌーピーのタオルハンカチにしました。お値段も税込み550円とお手頃です。最後はラッピングをして完成。プチギフトとしていかがですか？ご視聴ありがとうございます。さて、いかがだったでしょうか。惜しくも受賞を逃した作品でしたが、ガジュマルの遠藤さんの作品です。しっかり構成も考えられていて、ナレーションも入っている素晴らしい作品です。次回の応募もお待ちしております。次回のスリーアワードのコンテストはご覧の内容となっております。今から取り組めることもありますので、ぜひ多数のご応募をお待ちしております。続いてナチュラルハイ旭川長山店で開催される夏休みイベントのご紹介です。今年はイベントが目白押しです。まずは7月28日に開催される雑貨屋さんのお仕事体験イベントです。毎回ご好評いただいているイベントが今回も開催されます。昨年の同時期に開催されたイベントの様子は当チャンネルで動画を公開しています。素敵な動画ですのでぜひご覧ください。今回のイベントの様子も動画にする予定ですのでぜひご期待ください。8月22日から9月3日には第2回ラップスポップアップストアを開催します。期間限定で普段取り扱いのない感度の高い素敵な雑貨をたくさん見ることができます。お買い上げいただければもちろん嬉しいですが、見るだけでも十分楽しめる素敵なイベントです。前回の売り場の様子は動画で公開しています。ぜひ説明欄のリンクからご覧ください。8月20日には第9回青空雑貨マーケットが開催されます。内容を一部ご紹介します。まずはグルメ情報から。大人気のキッチンカーをはじめ、数多くのメニューが楽しめる内容となっております。ジャンルも様々、お持ち帰りができるメニューもあります。本当に全部食べてみたいくらい美味しそうです。ご来場者プレゼントもあります。先着100名様にもはや全国区のブランド商品キエルをプレゼントします。これは破格。今年も長蛇の列ができそうな気がします。さらに自社でも今までにないようなブースを展開するという噂もあります。今年はここ数年でも一番の盛り上がりになること間違いなし。青空雑貨マーケットは8月20日ナチュラルハイ長山店駐車場で開催します。以上、アシュテンニュースでした。